はいはい、どうもこやです。今回はちょっととある映像を今皆さんに、お見せしてます。でこれあの対戦動画撮ってて負けたんですね。でまあボツにしようかなって思いながらもちょっと負けた理由がね、なんだったかな、なんかヒードランが耐えてうちの攻撃を、えこれこいつ HB かよみたいになってね、ヒードランの努力値を見ようとしたんです。でそしたらなんか相手が持ってるポケモン全部色違いで、しかも純伝説で、あの何が問題かってこれガラルファイヤーが色違いなんですね。でガラルファイヤーってブロックルーチンがかかってるという情報が出回ってまして、で YouTube とかでも全然ね色違いとか粘ってる人もいないんで、まあかかってるんだろうなとは思ってたんですけど、あの多分これ改造なんですねこれで普通にランクマッチで改造ガラルファイヤー、これ対戦では出てこなくて、対戦で出てきてたら実際に戦ってる動画っていうのが撮れてたんですけど、まあパーティーに入ってるだけでございまして、パーティー見たら色違いでした俺初めて見たけどさ、あれなんだ、原種にさリスペクトした、原種をリスペクトした色なんだね。これあってのか分かんないけど、多分その内部データみたいなのあって、今後公式からの配布とかであるんじゃないかな、色違いのデータが一応あるってことは。すごいね欲しい俺もはい、現場からは以上です。はい、ということで今回はファイヤーを対戦で使っていきたいと思います。やっぱりあれっすね、原種の方が山頂デザイン好きっすね、シンプルイズベストで。はい、じゃあ今回 HB ブッパー完全に物流系で使います。うん、ファイヤーね S がいまいちだったんで火力あるんですけど、ダイジェットアタッカーにするのはちょっと微妙かなと思ったんで、今回特性夢特性にしてきました。炎の体、まあこれで物理直接攻撃か、直接攻撃受けた時にワンチャンやけど狙って、まあ物流受けできれば面白いかな。でガラルに来てマジカルフレーム、これを新しく覚えたんで、まあ、ワンチャン特殊系も狙っていこうかなと。まあこれはちょっとねあまり期待せずに使います。で鬼火エアスラ羽休め、うん、こんな感じですね。で弱点が岩水電気と環境に多いタイプなんで、それがちょっとねステロもあるし痛いかなって感じです。じゃあ早速対戦の方やっていきましょう。はい、シオンさん対戦よろしくお願いします。あーフェローチェとかも受けれるかな、フェローチェトリプルアクス、あまあ受けれるかな、ミミッキは絶対受けれる。お、エアームでもいける、お、これいいんじゃねえか、これいいんじゃねえかな。ただやっぱステロ巻かれるとうざいけど、エアームとかねステロ巻いてくる可能性もあるし、ポリゴンから行こうかな、ポリゴンから行こうか。でファイヤー、どうしてもステロ4倍だしね、厚底ブーツも持たせようか悩んでるんですけど、どうしてもやっぱ耐久で使うのは食べ残しが欲しいかなというところであります。これグロスでいいんじゃねえか、特になんか困る、なんかあれだな、いけそうだな。やっぱ岩水電気が弱点ってのはねちょっと弱いかな。うん、どうしても環境には絶対複数とかいっぱいいるしね。ロトムか、トリックしてきそう。うーわ、これトリックじゃねえの。まあ言って10万全部通るね。オッケー、じゃあもうトリックされてもいいや、10万ご了承します。あ、悪巧みか。うわ、ダイマックス切ってくんのかな。まあ先に切られる分にはまあいいけど、ちょっと削っておきたいな。まあまあいいダメージ。うわ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 、やばいやばいやばい、これやばくない。うわ、ポリゴンダイマックスだったな、ここしまった。うわ、しかもうわー、これポリゴンダイマックスだわ。ここはもう切らないと負ける。多分相手も切ってくるし、
え、切んねえの？何それ？ね、ボルチェンとかってこと？ここに来てボルチェンはねえな。ドロッポン、あぶねえ、死んでたな。じゃあオッケー、ここロトムに、やべえやべえ、外せや。あ、終わったわ。もうふざけんなマジで。え、ファイヤー、ちょ、ファイヤー行けお前。え、スカってねえかな。うわ、 CS くせえ、ダメージ的に。殺してくれ、上取れ。さすがにこの瀕死のロトムにダイマー切ってこないでしょ。オッケー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 、あぶねえ、あぶねえ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 。よし、まあ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 、いや終わってたわ、ダイマー切られてたら、ポリゴンがいる時点で。ミミッキュとかフェローチェとかなら絶対枯れる。フェローチェ来た。で、フェローチェって基本あれでしょ、トンボインファトリプルアクセルとかでしょ。抜群さえ取られなきゃ受けれる受けれる。え、ダイマ切ってくんのかな。うわ、鬼火から生きてえけど怖、火力怖すぎる。鬼火いってみるわ。トリプルアクセル、さあこれをどんだけ耐える。てかこれさ、その3回も殴っていいの？オッケーオッケー、あーまあ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 、オッケー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 、確実にな。よし、完璧。見てくださいこのダメージの入らなさ、完璧に受けじゃない。オッケー、したら一回羽休めでもいいけど、まあいいか、削るか、削ろう。いや、ここ羽休めだったかな。ガチで受けに行くなら羽休めだったかも。まあ交代されてもあれか、まあ交代してこないと思うけど、ゴリ押すね。よし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 、はい、オッケー、完璧。ラストね、ミミッキュだったらまあダイマ切られるんですけど、もちろん相手ダイマ残ってるんで多分受け切れると思うわ。どうだ、あーごめんなったら負け。オッケー、ミミッキュ来た来た来た。よし、羽休めさっきすればよかったな。鬼ビグは、お、いいね、剣舞してこないなら受け切れると思うんだけどな。まあまずは見ましょうや、まずはなんぼ耐えんのが。ダイフェアリー、さあ半分耐えるか。あれあれ、そもそもあれじゃん、今一つじゃん。あれ何してんだ、あん、しかも外すと。あ、そういうことか、ミス、あ、そういうこと、そっち、あ、鬼火ケア、鬼ケア。いやでもさ、今のさダイフェアリーのさダメージ的にさ耐えるっしょ、大ゴーストも耐える、耐える、全然耐える。ほらね、あ、そっちか、あ、やべ、あ、防御下がる、あ、やばい、それはまずい。あ、防御下がるのか、忘れてたわ、特防かと思ってた。メタグロスだろ、メタグロスで殺す。うわ、これね、あの、もうあれだ、化けの皮を剥がさないとまずい。まあ一発耐える、一発耐える、オッケーオッケーオッケー、耐える耐える。
よしよしよし、なるほどね。ミミッキもあれだな、対策されちゃうな。こう見ると、まあ、ラス1勝負だったら絶対勝てるね多分。いや悪くないぞ、悪くないけど、やっぱランドとかきついよな、レヒレとか。うん、まあ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 、フェローチェとかフェローチェも多いでしょ、だって使用率高いでしょ。そういうやつらに対してはまあ強く出れますよと。ミミッキュにもまあ大魔なきゃ全然勝てるしな。シャドウクロー耐えるでしょ。あ、死んだ。ほーん、あ、急所か。いや受け切れてたね絶対。鬼見ない、あ、鬼じゃねえやけど。はい、オッケーオッケーオッケー。あれでもあれか、ミストフィールドだから炎の体でもやけどなんないか。まあ、勝ったでしょこれは。もう完璧ですわ。米パンでツモ。シャドクロー耐える耐える。え、強えし。はい、弱点保険。キキキキキ、当てろよ。あ、オッケーオッケーオッケー。よし。いや、なかなか気持ちいい試合だったわ。対戦ありがとうございました。はい、チーハンさん対戦よろしくお願いします。あ、フェローチェいいね。エース版がね、ちょっときついと思うわ。エース版正直ラグがステロ巻いてくるから、ウーラオスから行こう。グロスも多分受けれる、岩技なければ。でもグロスって大体さ、大体基本さ、この技構成が今流行ってると思ってて、俺自信をガンプにしてたんだけど、よう考えたらダイマックスした時に耐久上げれるね、地面技ダイアースかの方が強いから自信にした。まあ岩技なければいける。グロスも多分ファイヤーで受けれる。でフェローチェもっち受けれる。あれでしょ、樹海も受けれるでしょ。これ来たぞ、来てる来てる。エースバーンどうすっかだね。エースバーンポリゴンか、ポリゴンだね。はい、まあ正直エースバーンもファイヤーで受けれれば一番いいんですけど、多分ねダイジェット対面した時にやられると多分ね受けきれないと思うんだよね、火力高すぎて。ラグきた、オッケー。この対面ね、俺もう10回以上やってます。やっぱ初手でステロ巻いてくるラグが本当に多くて、で必ず俺はウーラオスで挑発を打つんだけど、この後が問題でね。で基本ね、もうこの環境 HB 完全に物流系のラグラージでステロ、こっちはもうこの、ね、何百回親の顔より見た。で水流連打はもちろん打つんだけど、ここで突っ張ってくるラグラージがね非常に多いんです。普通に居座り続けて自信を打ってくるラグラージ、うん、たまにクイックターンもいるけどね。でね HB だとあれ柔らかいな、こいつ柔らかいぞ。あのね、HB ぶっぱだと半分以上、ちょっと半分超えて青ボン発動するんですけど、これね、HB ぶっぱじゃねえな。完全に物流系のラグラージだとね、水流連打2回でね、死なないんですよ。それがマジでめんどくさい。で、地震2回食らって、で、玉ダメでウーラオスとラグラージが同時に死ぬみたいなパターンが多すぎて困っちゃう。これ S 番来たら起点にされるぞ。樹海院、あ、樹海院だったら龍舞してくるかな。ファイヤー行くわ。てかよう考えたらさ、ファイヤーも物流系でポリツーも物流系なんで、あれだね、ポリツー特殊系にしてもいいな。リフブレ普通に殴ってきたわ。オッケー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 。俺ここねラグラージにバックしてくると思うんだよな。ラグバックじゃねえの、エアスラ打つか。これラグバックだと思うんだよな。でもラグバックだったらさ、多分エアスラ2発で倒せると思う。岩なだれ、あ、マジか、お前岩技あんのか。受ける受ける受ける。オッケー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 じゃねえけど、オッケー。エアスラ倒して、うわーん耐える。しかも何それ、
うわやべえ。シーラの実だ。何それ、なんで樹海にチーラの実なんだ。ポリゴン行くか。いやミスったな。ラグに来るかと思ったんだけど。ポリゴン、正直ポリゴンいればファイヤーなんかいらない気もしてきた。あ、オッケー、こいつ強い。ポリゴンでいいじゃん、もう全部全部ポリゴンでいいじゃん。じゃあもうリフブレー、おい強えポリゴン。やばすぎだろ。よう考えたらあれか、エースバーンがいなきゃ多分余裕で勝てるわ。フェローチェとかまさにファイヤーのカモなんで。ラグ来ちゃったね。やばい、これステロ巻かれたくね。でクイックターンだったら絶対耐えるんで。オッケー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 、回ってる回ってる回ってる、いいぞ、これオッケー、これ完璧。上取ってるから羽休め。まずあのね、フェローチ来るとねファイヤーしかもう勝てないんで。こいつ多分地震とクイックターンで捨てろ。あとなんだっけ、よくやる、あくびか、あくびか、そうだこいつあくびあんだ。エアスラでひるんで、あやべ、羽休めだった。倒して、倒せ、うわー耐えるか。あクイックターン、あマジ、じゃあ羽休めしたし、あくびだろそこはバカだれ。あくびじゃないのそこ、うわ最悪、うわ微妙いこれ。いやトリプルアクセルだったら、うわーしくったな、あくびビビっちった。トリプルアクセルだったら高確率であれ弾けるから、ちょっと休むかとりあえず。うわ大魔切ってくるでしょ、え毒好きなの、絶対耐えるぞ。うわマジかよ、うわー舐めてた、ガー終わったわ。多分だけど、いやもうウラオスダイマックスしかねえな。あれだね、ポリゴンいればいいねもう。うん、いやでも炎の体がね、例えばここでフェローチに炎の体が効いてたら多分勝ってたしな、余裕で。てか相手ダイマックス切ってなくない、ウォウォ、あれダイマは相手ダイ大魔は。あれあれ助け、これ抜かないと思うんだよな多分。抜くかな、助けだでしょ、で助けでしょ、でねこれ 1.5 倍、1段階 S 上がってもねこれ抜けるかわかんねえ。うー抜けるかな、ここワンチャン抜いてないぞ。あ抜いたわ。あれ相手大魔は、あれだいぶ、あれ相手切ったっけ、あれあれあれ相手、あれ大魔はねえ、大魔大魔、オッケー生き残っていく。デーマックスはおい、ラグラージなんかダイマックスを置き去りにされたわ。まあ、火事っしょ。あれ大魔は相手、大魔縛りプレイかな、斬新。はい、まあファイヤーね、うーんまあまあやっぱ環境がきついね、弱点も環境に多いし、まあ悪くはない。フェローチェとか、フェローチェとかに対してピンポイントで強くは出れる、ミミッキとかね、そんな感じかな。はい、ご視聴ありがとうございました。